星野源のオールナイトニッポン、今日はですね、まあ、まったり、ゆったりお送りしましょうということで、星野源への質問、メールを募集しました。ラジオネーム、桃りんご、中3女子。ポッと思いついたことを書きます。好きな色は何ですか？いいですね。赤です。赤が好きです。なんかね、こう今、なんて言えばいいの？こうマイク？こう、オールナイトニッポンのこうスタジオにあるマイクの、これなんて言うんだっけ、この風防、風とか息のあれをですね、ボーってなるのを防ぐためにこうふさふさのやつが、モフモフのやつがあるんですけど、それも赤にしてもらっております。赤大好き。なんか服とかも本当は赤着たいんだけど、なかなか赤い服っていうのもなかなかないので、靴とかね、靴下にこう一本赤い線とか入ってたりすると嬉しいみたいな、そんな感じです。ラジオネーム、キュアップラッパ16歳。これは質問というか相談ですかね。ゲンさんこんばんは。こんばんは。私は今同じ学校の山本くんに片思いしています。いいですね。でも恥ずかしくて、声をかけることもできません。男性目線からどんなことをされたらドキッとしますか？全国のピーチのためにもよろしくお願いします。16歳。同じ学校の山本くん。どんなことをされたらドキッとしますか？でも16歳だったら何でもされる、何をされてもドキッとするでしょう。ちょっと触られたりとかするだけでもすでにドキッとしちゃうよ。なんかこうトークをしてやだみたいな感じでこう叩いたりしてみたらいいよ。軽くポンとか言ってはぁってなるか、それだけ今の16歳は違ったりするのかな。部活によるか。なんかサッカー部とかバスケ部とかだったらもうちょっとハードルが高いかもしれない。文化系の部活だったらはって多分なると思うわ。その山本くんのウブドにちょっと変わる、よって変わるかもね。また山本くんからいっぱいメール来る流れ絶対全国の山本くんから来るやつ。栃木県22歳みなちん。もうすぐ2016年が終わりますが、今日時点での一番の思い出は、逃げ恥の現場が楽しいことですかね。本当に幸せな、まあ、さっきも言いましたけど、幸せな現場ですね、本当に。続いて、名前なし。私は今、片思いを諦めようかと考えています。私は元彼が好きなんです。おー。彼と別れても会い続けて、話もしたりします。体の関係もあります。彼は私にはもっといい男がいると言っています。でも私は彼が好きです。どうしたらいいんですかね。これはいいです。いいですね。いや、もう今、目の前でテラちゃんが意味がわからないって顔してるんだけど、その何の言語かわからないっていう顔されてますけども。わからない、この感じ。そうですね。いや、でも好きなら別にいいんじゃないですか？その、彼は多分一番じゃないと思ってると思いますが、あなたのことを。二番以降でも良いのであれば続ければいいと思いますよ。なんかその、なんて言えばいいんだろう。まあ、その、もっといい男がいると言いながら体の環境を続けるその彼は、まあ、ずるいとは思いますが、あなたが好きならそれでいいんじゃないですかね。なんかそれに対して、なんかもうすごく罪悪感とかがあるんだったらやめた方がいいと思いますけど、別に好きっていう気持ちが大事だと思いますので、いいんじゃないですか？いいんじゃないかなと僕は思います。もう一ついけるかな？はたしのライオン宮城県二十歳。クリスマスまで2ヶ月になり、彼女のいない僕はかなり焦り始めています。彼女いない歴イコール年齢なので、その焦りにも慣れ始めている部分もありますが、彼女がいないことを友達にバカにされることが多くなり悔しいです。そこでゲンさんに相談で質問です。どうすれば彼女ができますか？これ質問？相談じゃないのこれ、とても悩んでいます。彼女ができるように最近行っていることは、積極的に女性と関わること、おしゃれに気を使うこと、僕に何が足りないのでしょうか？いや、足りなくないよね。全然もう、全然いいよね。素晴らしいですよ。これはどうしたらいいんだ？めちゃくちゃ告白してみたら、
告白しないと多分できないよ、彼女は。うん。まあ、その、告白してるかどうか書いてないのでちょっとわかんないんですが、なんて言えばいいんでしょう。まだ始め、まあ、彼女いないということなので、いない歴イコールということなの、年齢ということなので、もう、とにかく、数を打つのは悪いことじゃないよ。特に初めてなら。まあ、なんか、かっこ悪いと思うかもしれませんが、いいんです。いいんです。彼女さえできれば。最初なんて。変な過ちとか犯さなければね。うん。まあ、積極的に女性と関わって、で、まあ、女性から告白するのってなかなかね、難しいっていうか、なんか、難しいって言いますから、どんどんすればいいと思うよ。うん。あいつ告白すげえするわ、みたいな、言われても別にいいと思います。筆できちゃったらもう、こっちの勝ちなんだからいいんだ。と思います。まあ、こんな感じでですね、質問というかもう相談だな。どんどん受け付けております。アドレスは、gen@orgnet.com、gen@orgnet.com まで。次はジングルのコーナー。はい、というわけでですね、星野源のオールナイトニッポン、先日というか昨日ですな、ドリフェス、出させていただきまして、メール来ております。マサショウリュウさん、テレ朝ドリームフェスティバルからの、オールナイトニッポン歌謡祭出演お疲れ様でした。ありがとうございます。レポを読んで、行けなかったのですが、ドリフェスの仕事帰りのサラリーマン設定や弾き語り、歌謡祭でのデュエットなど、羨ましさ満点でしたと。あ、そうなんです。そう、弾き語りだったんですよ今回。ずっと前から、まあ、告知はしてたんですけど、ただ弾き語りするのもなんかなと思って、シチュエーションをちょっと作ってみたいなと思って、仕事帰りのサラリーマンという設定にして、家の中でこう、まあ、スーツのまま歌うみたいな。で、自転車で登場したいなと思って、自転車で登場して、で、いわゆるこう出っ張り、まあ、その出っ張りのステージみたいなのがあるんですけど、で、そこに、座りながら、で、ドアとかも用意してですね、そのステージセット、本当いつもお世話になっております。もう去年、もうずっと前からね、お世話になっております。吉田ユニちゃんがですね、ユニちゃんがまた作ってくれまして、セット。本当素晴らしくて、可愛くて。で、その中で歌いました。すごい楽しかったですね。やっぱね、1万1000人いたんですけど、ああいう大人数の中でこう、一人ぼっちになるのは非常に楽しい。ドリフェス MC での V6 の三宅くんにファンですと声をかけられたという話に爆笑しました。あ、そうなんです。そうなんですよ。僕は喫茶店でご飯食べてたら、男の人に声かけられて、ファンですって言われて、星野源さんですか、ファンですって言われて、ありがとうございますって顔を上げたら、三宅くんでですね、嘘でしょつって、どう思うなんつって。で、そこからちょっとお友達というか、ね、させていただきまして、久しぶりにお会いできて嬉しかったです。で、V6 ファンでもある私は、お二人につながりがあることもワクワクしましたし、藤野さんの MC を関係者席で三宅くんがニコニコしながら聞いていたというレポにとても嬉しく思いました。あ、そうですか。ありがとうございます。そうだったんだ。見ててくれたんだね。ありがとう。そんな感じで。ですね。ちょっと弾き語りをちょっとやりたいと思いますけど。先日リリースされました、逃げるは恥だが役に立つ主題歌恋をですね、ちょっとやろうと思います。初めてその昨日の、ドリフェスでやったんですけど、ちょっとこうバラードでやってみたいなと思って、で初めてバラードでやりました。よし。さあ今日は最後まで歌えるかな。はっはっはは。よし、ではやってみましょう。星野源で恋。